こんにちは。ドクターハマーです。使い道と申しましょうか、トークのすすめシリーズ続いておりますけれども、そうですね、何度かですね、言及した通り、この優しい社会シリーズというものは、世界平和とかですね、目指してますよということなんですけれども、まあそれでトークと何の関係があるのっていうことなんですが、割と私はその世界平和については真面目に実現したいなと思っておりましてですね。で、トークっていうのも無関係じゃないと、これも真面目に思ってるんですね。なので、何がっていうとですね、やっぱりそのこう世界平和みたいなことを言うとですね、すごくこう壮大な話ではあるんですけども、まあ日常のコンテキストに移せば、まあつまらないいさかいってなくなればいいんじゃないのっていうような、まあ発想なんですね。で、やっぱりその日常にですね、こうつまらないいさかいみたいなのがですね、起こるその要因としては、こう侮辱とかですね、侮蔑的な対応とかですね、そういったようなことが、まあこう怒りを発生させ、火に油を注ぎみたいな、まあそういうことになってしまうので、まあそもそもそのこう人間が人間のことをですね、こう軽くこう恥ずかしめちゃうみたいなですね、なんか大した理由もないのに、下に見たいとかですね、そういうようなこう扱いとかですね、そういうことはやっぱり本当に、全くその世界平和みたいなでかいことと関係あるのかよって思われる方の方が多いんだろうと思うんですけども、私は本当に真面目に関係していると思っているんですね。ですから、そういうこう日常のですね、本当につまらないこのいさかい、その原因となるその侮辱とかですね、侮蔑的なこう行いとかですね、対応とかですね、そういうものがやっぱりなるべくこう少なくなっていかないと、まあ、本当に夢物語で終わるかなということを考えてですね。ですから、トークっていうことでですね、なるべくその一人一人ですね、その自身のその、考えのプロセスっていうんですかね、考えるプロセスっていうのをこう追っかけていけるようになるっていうのは大事ですよってお話ししたのがですね、この侮辱とかですね、その侮蔑的な態度みたいなものがなんで出るのかっていうとですね、基本的にはその軽はずみなわけなんですよ。だからちゃんとちょっと注意してものを見たりですね、考えたりできれば、まあその否定的な感情とかですね、ちょっと懲らしめてやりたいみたいな、そういうようなこう、それが必要なのかどうなのかみたいなですね、そのこうちょっと攻撃的なアグレッシブなその考え方とかですね、そういうことはまあもちろんなくなりはしないんですけども、それをそういった形での進めていくにしてもですね、もうちょっとこうその注意深く考えたりですね、やっぱり、なんて言いましょうか、こう、それなりの理屈を立ててですね、進んでいく。であれば、もうもはやそれって侮辱とか侮蔑とかではないと思うんですね。ですから、なるべくですね、そういうのはもう私たち、どうしてもその日常生活ですね、いろんな人と本当にこう、触れ合いますし、常に何か準備万端で、触れ合うわけでもないですから。全くその軽はずみな対応とかですね、そういうものがなくなるってことはないと思うんですね。で、ただし、やっぱりなるべくそういうことは少なくなった方がいいなというのは考えてまして、それにはまあ私たちのですね、こう本当に日常から駆使しているその考えるっていうその行為ですね、それをまあそれがちょっとずつでもですね、注意深いものにこう変わっていく。で、そういうことが、本当に微々たる変化であってもですね、起こらないと、まあ、大層なその理論とかですね、いろんなその社会制度とかを、計算して作ったとしたってですね、まあ、変わりはしないだろうというのが私の考えなんですね。まあ、ですから、本当に、日常的なことなんですね。私がアプローチしていきたいことというのはですね。ですから、少しでもですね、その私たち一人一人のですね、こう考え方っていうんですかね、その考える
ということに対するその、対応の仕方というものが、まあ、当たり前のことじゃんってこう過ごしがちなんですけども、まあ、それに対して、なるべくこう注意深く、ですから、まあ、こう現代ですね、なかなかこう忙しくてですね、流れが速くて、なかなかこう時間をゆっくり取るということも許されないというものもあってですね、なかなかこうさらに難しい状況に置かれているとは思うんですけども、まあ、そうではあっても、なんて言いましょうかですね、自分なりにそのペースをつかんで、こういうちょっと急いでいるときには、注意が不足しがちだよなみたいなですね、そういう、注意が向くですかね、そういう、形でちょっとずつでもですね、いつでもこう 100% できるということは、まあ、非現実的だと思うんですけども、まあ、少しでもその意識を持ってですね、なるべくこう注意深くですね、やっていきたいなと。で、そういう心持ちがあればですね、こう本当にその軽はずみなその人間に対する侮辱とか侮蔑みたいなものをもう少なくなるでしょうし、まあ、やっぱりその人間だけじゃなくてですね、物とかですね、自然環境とかですね、そういったことに対しても雑になりがちな私たち、その現代人ですけれども、まあ、そういうものもなるべくですね、こう丁寧に扱えるようになるんじゃないのかなというところですね。ですから、それが私にとってはその世界平和みたいな大きな話への、まあ、現実的な一歩なのかなというふうに考えてるんですね。まあ、ですから、その、まあ、トークと世界平和、なんだそれっていう感じかもしれませんけども、まあ、なんだかんだ言ったって、この、まあ、人間様ですね、この世界を 制覇しているようなのでですね、やっぱり役割って大きいんですね、その一人一人の。ですから、少しでもですね、我々自身のですね、考えるプロセスっていうのが、いい方に変わっていくようにというようなことでですね、まあ、半ばこう、祈りつつですね、やっていくっていうのが、なんて言いましょうか、あまりその過激にですね、革命だとかですね、絶対こういう方法でやっていくしかないみたいな感じでですね、その大きなことを起こそうとするよりは、まあ、結局こう、長い目で見ると、私たち全員のためになるのかなと、私たちというか、まあ、これからですね、生まれてくるだろう、その子孫の人たち、子孫に対してもですね、ためにもなるのかなというような考えでですね、今後ともですね、この優しい社会シリーズですね、続けていきたいと考えております。